て続いてご紹介する企業様ですが、はい、お二人は神栖町という町は知ってますか？神栖町、はい、はい、どちら？茨城、はい、よくご存知ですよね。行ったことありますね。小学校にも行ったことありますね。本当ですか？あ、教えに、教えに。そうなんですね。あやのちゃんは？いやもう全然初めて、ごめんなさい、ね、聞きました。私も初めて、ね、はい、聞いたんですが、今回ですね、はい、ご紹介する企業様は、はい、1976年に神栖町の工務店として産声を上げ、これまで徹底的にこだわる姿勢と洗練された技術で地域の信頼と実績を残してきたこちらの企業様です。私たちの人生において長い時間を過ごすこととなるマイホーム、それは一生に一度の買い物として多くの人の憧れとなり、時に幸せの象徴として日々の生活を彩り続けてきた。そんな誰もが抱く強い思いを、細部に宿るこだわりと洗練された職人の技で理想の住まいを築き上げる男たちがここにいる。株式会社大沼工務店代表取締役大沼貴之、プランナー兼現場監督中澤武史、大工林隆。1976年茨城県神栖市に誕生した株式会社大沼工務店では、住宅建築を柱に据えた事業のもと、広がりの空間構成や光や風の取り込みまで、家づくりに細やかな演出をもたらし、お客様の求める理想のマイホームを実現し続けている。今回は住まいづくりの匠、大沼貴之、中澤武史、林隆をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。大沼工務店さん、すごくおしゃれな感じのデザインのものが多いなと思ったんですが、うん、はい、なんか若い方にすごくなんか好まれるなっていう感じだったんですが、はい、そういうこだわりとかもあったりするんですか？今日2つ、はい、ご用意させてもらいましたけど、これはかっこいい、海外の家だねこれ。ちょっと変わってるのが、はい、お客様の生活スタイルをこうヒアリングしていくと、趣味嗜好等々も、はい、ヒアリングさせてもらいながら、お客様の住みやすい空間っていうものを提案させてもらってます。お客様の生活空間からできたものがこういうふうに作品として生まれるんで、まあ、イメージはしやすいかなっていう感じでスタートしますね、うん、これ住みたくなるよね。そうですね。高幸さんは2代目ですか？そうですね。そうなんですね、はいはい、いつ頃から意識し始めたんですか、はい、そういうのって。物心ついてきたらどうしても現場の掃除とかしてましたんで、まあ、やるやんないは別ですけど、父親っていうより親方っていう環境の中で育ってきましたね。そうなんですね、はい、いつ頃から引き継がれたんですか？はい、その前からまあ修行はやらせてもらいましたけど、実質経営の方は平成19年からしまして、今年の8月に代表の方も交代させてもらいました。高いよ。そうですね、やっぱりその先代様とやっぱりその違いだったりとか、はい、何かこう差別化を図った部分とかってあったりするんですか？先代が一人親方でこう立ち上げて、お客様とマンツーマンで進んでたと思うんですけど、はい、今どうしても組織化で県大沼工務店はこう進んでます。でその組織の中で、まあ、お客様とのコミュニケーションというものが、一対一よりはこう人数が多くなってくることで、まあ、意思疎通ができない部分って多くなると思うんですけど、全スタッフがこうお客様と共有するために議事録作ったり、まあ、お客様に代わって一つの作品を作るっていうところで、会議等も日々こう開催しながら進めてるってところは先代とは違うと思いますね。具体的にはどういう議事録をつけられてるんですか？僕たちの発したもの、お客様からいただいたもの、それを全部書き留めながら、最終的にその日に、起こったことはお客様に確認いただくと。で何か不備があればその場で対応させてもらって、書き直すということを、行ってます。でそれを全員で共有するんですよね、社員でね。そうですね、まあ、お客様に副写の方もお渡ししますんで。ああなるほど、はい、前回言ったことを、はい、こういうことでしたよね、ご要求はこういうことでしたっていうね。まあ、今24時間お客様と連絡取れるように、社内全スタッフとお客様ご夫婦と LINE 共有っていう
ものもさせてもらってますんで、お客様からするとだん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 自分のその要求が叶えられてきて、はい、で家が建っていって、はい、たまらない感情を今度ぶつけてこられるでしょうね。嬉しいだとか、ね、逆もえこれは違ったとか、はい、そういうのもあるでしょう。あ、まあ、あると思いますけど、揉め事ではないけども、うん、あれっていう、まあ、現場でそれがないように、うん、密にこう打ち合わせするっていうのが大事になってますけど、うん、限られた時間の中でどうしても打ち合わせしないといけないんで、お客様は布団の中お風呂の中でこう気づいたことをすぐ LINE で共有させてもらうと。 LINE、うん、かガラガラ系じゃダメか、はい、そんなことはないと思うんですが時代はそうなってきてますね、はい、まあ、その定期的に議事録をつけたりだとかされてると思うんですが、はい、大沼工務店さんにとってそこが一番の売りだったんですか。そうだと思いますね、まあ、お客様との距離っていうのは、はい、他の会社よりはすごい近いと思います、はいはい、いきなりもう今日突然お会いしたの初めてですからね、はい、あいどうもってこういう風にさしてくれるのはね、はい、こういうの伝わるんだ明るさっていうのは ね、はい、ね、いきなり構えられたらお客さんの方も困っちゃうけども、うん、普段からも大沼さんってこういった感じなんですか。すごく喋りますね。あ、そうなんですね、はい、全てのスタッフが議事録を共有するなどお客様が感動する住まい作りを徹底する大沼工務店。さらに2ヶ月に一度開催される賢い家づくり勉強会には毎回多くの受講者が参加するほどに。限定ではあるんですけども、はい、外部会場に、まあ、都内の方からコンサルタントの先生をお呼びしまして、うん、知恵づくり住宅のいろはというものを説明させてもらいます、うん、そうなんです、ね、どういうことをアドバイスされるのかね、賢い家づくりって、はい、お家って皆さん表面上でこう着工してから終わるまでっていうのは数ヶ月だと思うんですけど、うん、はい、35年ローン組む中でその数ヶ月っていうのはすごい短いと思うんですよ、うん、でいかに建てようと思った時に始めるんじゃなくて、それ以前の時点で勉強がいかに大事かっていうことを地元工務店として発信しているということですね。そうだよ ね、一緒に、はい、ね、まあ、一棟建てるかどうかっていう、はい、建てられるかどうかっていうところの、ね、あれを 2,3 ヶ月でポンポンポンっていっちゃったら、そうですね、終わった後の後悔がね、後悔しきれないと思いますので、ね、それよくなんかお伺いします、はい、建ててみて、はい、うちの父も はい、実際マイホームを建ててちょっとここがどうのこうのとかいう話とかもあったので、はいはい、やっぱりその最初の知恵っていうのは大事なんですね。だと思いますね。今は本当にお客様が知恵をつける時代だと思います。その場を提供しているということですね。うちで建ててくださいとか、はい、お家を必ず建ててくださいじゃないんですよね。結局その勉強したことで建てない方もいますし、はい、知恵をつけたことで後悔のないように、一生の買い物ですからね、本当に僕らもお客様が喜んでくれるっていうことが、まあ、面白おかしくじゃないですけど地元で、やらせてもらってますね。ここで宮沢から建て売り住宅に関するとある疑問が。建て売りって今やりますよね。その先に建ててこちらサイドが建てて、はい、業者サイドが建てて、はい、それを見に行って買うっていう、はい、それまあ自分の希望に合えばいいけども、うん、想像以上に理想以上に、うん、どうなんですかね。ヨーロッパじゃそれあんま見ないんだよ ね、 そうですよね。こだわりがあるからみんな。確かに。だからお客様がお家に求める要望順位付けだと思うんですけどね。建て売りが悪いわけではないですし、全然悪くはないんですけどもね。ただ作ったところが見えてないんで、弊社では建て売りというものはやらないですけど。あ、そういうことですよね。どうしてもね、価格重視が順位で一番のお客様はそこだったり、はい、しますよね。あ、そうか、はい、やっぱりコストの問題っていうのはいつもお客様の方ももちろんこのぐらいの予算だってあるけども、はい、こちらの方も工事にかかるのはこれだよっていう最低はここはかかってしまうんだっていうのはあるでしょ、やっぱり、ね、ありますよ。今車と一緒でこう値段って本体価格があって積み重なってきます。お客様勉強会に出てもらったことで総額から逆算、最終的に本体にいくらかけれるのかっていう中で限られた予算でやる。現場サイド林さん大変ですよね。でもね、社長が、はい、コミュニケーション取ってくれて、はい、でお客さんも現場に来て、で注文してくれたり、コミュニケーションがしやすいんで、
でお客様の色も出せるし、でいいものができればうちらも褒められる。現場 そこで変えていくっていうのは実際にありますか？あります。いいですね。なんかこうちゃんと直にお話ができて自分のマイホームが建てられるっていうのは素晴らしいことですよね。素晴らしいし、だから議事録だとかそういうものが生かされてるっていうこともあるんです ね、 だからね。そうですね。じゃあ現場にいらっしゃるお客様も多いっていう感じですかね。はい、結構まめに来てくれる方が多いですね。うん、そうなんですね。まあ、そしたらより一層ね、いざ立った時に感動がすごく増しますよね。そうですね、はい、一緒に泣いてますよ中澤さん。中澤さんやっぱりそうですか。やっぱり現場監督でやっぱりこう家にも愛着が入っちゃうんで、やっぱこう手放すっていうんですかね、あの我が子をこう送り出すような気持ちにもなるんで、自分たちが建てた家が人が住んで、その地域に、まあ、いろんな地域があるんでしょうけども、あるじゃないですか実際、はい、あれってたまらない感覚でしょ。そうですね、はい、我が家に帰るような気持ちでね、通りますけどね。それも何軒もあると。でそこで家族が生活していて、はい、ね、明かりが灯っててさ、 それはやっぱり生きがいやりがいですか。うん、そうですね。今後どんな家づくりを心がけているんですか。はい、2020年に、建築基準法の改正があります。まあ、2020年の基準をはるかに超える住宅を、今現在もあの全棟実施でやってますんで、そのまま進みたいと思います。例えば基準ってどこが変わってくるんですか。はい、まあ、分かりやすく説明しますと、うん、車と一緒でハイブリッド化した住宅にしてくださいっていうのが、2020年から、実施されますんで。ハイブリッド化、はい、まあ、ランニングコストのかからないお家ですね。うん、あ、抑えた。はい、いや、まあ、やっぱりそうなっていくか、時代の流れ的には。そうですかね。2020年の建築基準法改正をきっかけに、さらに住みやすい家づくりを目指す大沼貴之、中澤武、林隆、そんな男たちが掲げる今後の展望とは。今後の展開というのは何かお考えなんですか。弊社の勉強会に参加してもらった方も含めてですけど、一棟でもお客様が後悔しない方を地元で作ると。で家づくりに関してお客様が満足する、環境っていうのをこの先も作っていきたいなと思ってます。地域の中で自分たちがこう地域と一体になってるっていう感覚はあるわけですか。まあ、地元のトップリーダーまではいかないかもしれないですけど、そういう意識で、まあ、社内全員含めてですけど、その意識で進んでますね。素晴らしい。素敵ですね。はい、情熱をね、はい、いつまでも持ち続けていただいて、はい、素晴らしいお家をどんどん建ててください。はい、今日はありがとうございました。すみません、ありがとうございました。